今井氏は日本の映画監督。戦後日本映画の左翼ヒューマニズムを代表する名称である。東京帝国大学中退後、東方の前身、JO スタジオに入り、入社2年で監督に昇進。戦後は独立プロ運動の中心人物として、数多くの社会派映画を手掛けた。純愛物語で、ベルリン国際映画祭、銀熊賞、武士道山国物語で、 同映画サイングランプリを受賞。キネマ旬報ベスト10では5本の監督作がベスト1に選出されるなど、賞歴も多く作品の評価は高い。日本映画復興会議所第議条でもある。主な監督作に、青い山脈、またう日まで、真昼の暗黒、菊と勇など。1912年1月8日、東京府豊玉郡渋谷町の小雲寺の中にある、冷泉院に、 その住職である父、六助と母、金の長男として生まれる。父は、岐阜県の農家の産卵で、子供の頃にお寺の小僧に出されて上京し、日露戦争出生を経て、冷戦院の住職になった。母は、近くの高林院の住職の妻の妹で、北里研究所の前身である、闘病製造所に勤めた、経験のある人だった。生後、今井は、中治園にかかり、 右耳の鼓膜がなくなり、聴覚を失っている。渋谷町立臨戦小学校を経て、1924年に旧西芝中学校に入学する。この頃から映画を多く見るようになり、本人の回想では、新宿武蔵野館でジャック・カトラン主演の嘆きのピエロなどを見たという。チャップジンの喜劇もほとんど見ており、英文でファンレターを書いて出したこともあった。 1929年、中学を卒業して、旧正ミッド高校に入学。在学中、マルクス主義に関心を持ち、雑誌、戦記に感激してからは、学内の秘密組織読書会のメンバーとなった。翌年、特攻に連行され、1年間の定額処分を受ける。1933年、東京帝国大学文学部美術史科に入学。学内の秘密組織に入り、 同年日本富士警察署に検挙される。翌1934年にまた1年間の定額処分を受け、そのまま中退する。1935年4月、京都の JO スタジオの入社試験を合格して入社。500人近くの応募者の中から選ばれたのは、今井と兄弟卒の3人のみだった。初任給は50円。当時の同僚に、市川コと岸松尾がいた。 伊丹万作監督の新しき土で初めてロケ班に参加。石田民造監督の花火の街でチーフ女監督につき、中川忍監督の日本一の丘、インデはスクリプターを担当。他柴聖華、並木京太郎、渡辺国夫監督に一作ずつ女監督についた。1937年 JO スタジオは合併で、 東方映画京都撮影所となったが、所長の根太坊五郎に抜擢されて、入社2年目で監督昇進を指名される。異例のスピード出世となった。所女作の沼津平学校に取りかかるが、出演俳優が兵役に取られるなどして完成が遅れ、2年後の1939年に公開された。陸軍少将イー国五郎の実話をもとにした、我らが共感、 イブセ・マスジ原作の多人子村、石川達造原作の結婚の生態などと作品が続くが、いずれも成功作とは言えなかった。1943年、朝鮮の国境警備隊と抗日ゲリラとの戦いを描いた暴露の決死隊を監督。西部劇さながらのアクションシーンを取り入れ、入念に作られたアクション映画として評判となったが、植民地支配を正当化する。 軍国主義映画のため、マルクス主義者の今井としては、マイナスになる作品だった。同年、教育招集のためアザブの不評第一連帯に入隊3ヶ月で除隊した。戦後の映画界は、GHQ が間接的に干渉し、民主主義啓蒙映画の制作を支持されていた。1946年の戦後第一作、民衆の敵も、その一本であり。 戦中の財閥の腐敗を描いた。続いて作った人生とんぼ返りは、撮影技師、中尾俊一郎と初めてコンビを組んだ作品で、榎本健一と入江孝子が主演した人情喜劇となった。1949年、石坂洋二郎原作の青春映画、青い山脈前後兵を監督。戦後民主主義を高らかに歌い上げ、同盟の主題歌と共に大ヒットを記録。 今井も第一級の監督として注目される。この頃から自由に作品を作りたいと感じ、青い山脈制作後に東方を退社してフリーとなる。1950年、フリーの立場で、また会う日までを監督。戦争によって引き裂かれた恋人の悲劇を描き、主演の岡田英二と小賀のよし子のガラス窓越しのキスシーンが話題となった。作品は、 キネマ旬報ベスト10第1位、毎日映画コンクール日本映画大賞、ブルーリボン賞作品賞に輝いた。その後、GHQ の指令で、左翼系映画人たちを映画会社5社から締め出す、レッドパージが施され、それによって仕事ができなくなると感じた今井は、生計を立てるために、くず物の仕切り屋を開業するが、集めた鉄くずが、 朝鮮戦争の兵器に使われることを知るとこの仕事を辞めた。その頃、レッドパージで追放された映画人が次々と独立プロを立ち上げて活動するようになり、今井も1951年に山本札を亀井文夫らの新生映画社でどっこい生きてるを監督する。当時にヨンと呼ばれた日雇い労働者たちの生活を描いた作品である。1953年、 東映に招かれて、姫ゆりの塔を監督。沖縄戦で看護婦として前線に送られた姫ゆり、学徒隊の悲劇を描いた本作は、大ヒットを記録し、発足以来赤字に悩んでいた会社を救った。その後、文学座と組んだ、樋口一葉原作のオムニバス映画、濁りえ、高崎市民オーケストラの早々期を描いた、ここに泉ありなど、独立プロ運動の一番手として、 ヒューマニズム映画の傑作を発表する。1956年、八海事件の裁判で弁護士を担当した、正木博ひの手記の映画化、マヒルの暗黒を監督。映画化にあたっては入念な調査を行い、裁判で死刑を宣告された被告の無罪を主張、警察、検察、裁判所の非を徹底的に批判した。制作時は、裁判が継続中だったため、 最高裁判所から圧力がかかるも、今井はそれに屈せず、作品を作り上げ、キネシュン1位、毎日映画コンクール日本映画大賞、ブルーリボン賞作品賞を受賞した。1957年、東映で、米を監督。霞ヶ浦や、湖岸の田園風景を背景に、農村の貧困を描き、今井にとって、初のカラー作品となる。同年公開の、 純愛物語は、原爆症の少女と不良少年の恋を描いた、恋愛映画で、第8回ベルリン国際映画祭、銀熊賞を受賞した。1958年の、夜の鼓は独立プロで制作し、近松門左衛門の、堀川初鼓を映画化した、今井の初の時代劇である。この作品は、冒険時代の武士の妻の貫通事件を扱い、武家社会を、 リアリズムで描き出した愛色作として評価された。1959年、人種差別批判をテーマにした、菊とイサムを監督。黒人との根結の指定と、彼らを引き取って育てる老婆の交流を描き、本作は今井の代表作となった。今井は、戦争や差別や貧困など、社会的テーマを掘り下げ、それに翻弄される弱者の姿を同情を込めて、 美しく描いた作品を発表し続けた。1961年、あれが港の明かり田を再び東映で撮り、李昌万ラインをめぐる日韓関係の悪化を在日朝鮮人の若い漁師を通して描いた。1962年の喜劇日本のおばばあちゃんでは老人問題を取り上げている。1963年、中村金之助主演で、 武士道残酷物語を監督。封建社会の残酷さを7つの物語で描き、第13回ベルリン国際映画祭で、金熊賞を受賞する。テレビの進出で映画が社用化する中、今井もテレビドラマに進出し、1966年から今井正しアワーで5本のドラマを演出。翌1 9 6七年には、厚み清主演の厚み清の泣いて溜まるか、 で4本を演出し、後に天皇の世紀でも2本を演出している。1968年2月、スミースエ原作の橋のない川を映画化するために、図書月版の冒険会社、ホルプ映画を設立し、その社長に就任する。翌1969年に橋のない川第一部、1970年に第二部を制作するが、第二部制作中に、 今井が、党員の日本共産党と、ブラック解放同盟の対立により、同盟から妨害を受け、公開後も上映阻止運動が起きた。1971年、永年にわたって、遊兵生活を強いられている家族を描いた、縁という女を監督するが、完成後に、資金難から、ホルプ映画は解散する。その後は、厚みきよし企画、主演の、ああ、声なきとも、 古巣の東方で8.15シリーズの第6作、海軍特別年少兵、小林滝二の生涯を描いた、小林滝二・室尾再生原作の、兄妹などを監督するが、1950年代の時と比べると不遇だった。1982年、胃がんのため、稲城市立病院に入院して、手術を受ける。この4年後には白内障と緑内障で両目を手術し、 左目を失明する。他にも、脳血栓や心臓大動脈瘤など次々と病気を発症した。1991年、遺作、戦争と青春を、監督、一般市民から、一口10万円の出資を募る、クラウドファンディング方式で制作した。同年、上映キャンペーンのため全国各地を回るが、埼玉県草加市での上映挨拶に向かう途中、車中で、 雲幕下出血に倒れ、11月22日午後3時20分に草加市立病院で死去、79歳没。イタリア映画におけるネオリアリズムの影響を受けた映画監督の一人でもあり、厳しい演技指導や映像へのこだわりでも知られた。例えば、牛尾賢治は、自伝で、米のラストシーンの収録に、船の穂の張り具合や船の位置、果ては、 雲の位置までを気にする、あまり一週間かかったなどのエピソードを紹介している。日本共産党員であり、娯楽色豊かなヒット作を連打し、党派を超えた巨匠として、日本映画に君臨した点では、山本札夫と総壁だが、最後まで大手からの監督依頼が絶えなかった山本に、比べると、晩年は、若干不遇であった。今井氏は、七十歳を過ぎると縁っぽい画が撮れなく、 なると言って自ら監督業に消極的になっていた。監督個人の受賞作品の受賞、ありがとうございます。